はいどうもピクスイオスです。今回はですね、日産歴代セレナの止め方ということでね、こちらの4台紹介していきたいと思います。日産セレナは1991年6月、それまで製造していたバネット工場を独立し、フルモデルチェンジで初代 C23 型セレナが販売開始。1999年6月には2代目の C24 型セレナにフルモデルチェンジ。トミカでは残念ながらこの初代と2代目のねセレナはモデル化されてませんでしたが、2005年5月にフルモデルチェンジした3代目の C25 型セレナからね、歴代通して販売がされておりますね。ではまずその C25 型セレナの方から見ていきたいと思います。まずこちらですね、2007年4月から2010年5月の間販売されていた 109-4 日産セレナですね。まあ、TX のシールが貼られておりまして、このようになっておりますね。水族館トラックはこの時新しくなったんですね。ハイパーブルーポリス。こちらのトミカは2005年5月31日にフルモデルチェンジで登場した日産3代目 C25 型セレナでして、実写画像はねちょっと消防仕様なんでグレードが違うんですけども、トミカでは 20RS もしくは 20RX、 そういったグレードを再現しているようですね。実写画像のようなね安いグレードとかはメッキで縁取られたねグリルとなってるんですけども、 RS と RX というねグレードではこのようなねスムージングしたようなねデザインのフロントグリルとなっておりますね。フロントはこのようになっておりますね。ヘッドライトはメッキパーツで再現されておりまして、先ほど言ったねフロントグリルこのようになっておりますね。で、フォークランプはモールドで再現されておりまして、バンパーでいいのかな、これがねシルバーで彩色されておりますね。日産CIエンブレムはタンポイサスとなっておりますね。サイドはこのようになっていますね。ボディカラーは実写に設定されているソレイユオレンジというね色を再現しておりますね。で、アクションはこちらのサイドのスライドが開閉可能となっておりますね。まあ、結構販売されてからね立ってるモデルですけどもね、ここを塗装してるんでしょうかね、その関係であんまり変色とかは見られませんね。で、このサイドのモールなんかもね、モールっていうのかわかんないですけど、ここの部分もねシルバーのタンポイサスがされておりまして、こちらのねクォーターガラスもタンポイサスで再現されておりますね。助手席側はちゃんとねガラスパーツが入っておりますね。で、リアこんな感じですね。デイランプ、それからハイマウントランプがタンポイ印刷で再現されておりまして、日産セレナの斜面エンブレムなどがタンポイ印刷で入っておりますね。これはバックフォグじゃなくて反射板でいいんですかね、実写だとどうなってるかわかんないですけどもね、まあ、一応実写の画像を貼っておきたいと思います。先ほど言った通りねちょっとグレードが違いますけどもね。で、リアガラスもタンポイ印刷で再現されておりまして、助手席がこのようになっておりますね。こちらのねスライドドアも開閉可能となってまして、両側のスライドがねこのように開閉可能となっておりますね。で、ルーフはこのようになっておりまして、シャーシこのようになってますね。日産セレナ、トミカではカラーバリエーションとしまして、ギフトセットのファミリーミニバンセットやトミカリミテッド、それがトミカ富士などで登場しておりまして、この C25 型セレナは2007年1月から鈴木自動車に OEM 供給され、鈴木ランディという名称で販売されていました。まあ、県外だとちょっとわかんないですけどもね、静岡だと意外とランディは見かけますね。やはり鈴木の社員さんとかがね多いんでしょうね。まあ、ちょっとやっぱこのホイールとかがね残念な感じはしますね。どうしてもスケール的に縮みになるんですかねこれは。続いてこちらですね、2010年11月から2016年7月の間販売されていた 99-7 日産セレナですね。箱はこのようになっておりまして、こちらのトミカは2010年11月にフルモデルチェンジで登場した日産4代目 C26 型セレナをモデル化しておりまして、トミカではね、フォグランプなどの形状から見て、ハイウェイスターをモデルにしていると思われます。で、こちらのボディカラーなんですけども、C26 セレナのイメージカラーとして使用されており、特別塗装色として実写に設定されていたオーロラモーブというね、色ですね。で、このボディカラーは、ハイウェイスター以上のグレードにのみ設定されていたようで、パッと見ですと黒っぽく見えるかと思うんですけどね、光の当たり方でね、こう紫っぽい感じのね、色になったりね、するというちょっとね、特殊な色ですね。基本的にはこの紫系の色っぽいんですけどもね。では、トミカの方を見ていきましょう。フロントはこのようになっておりますね。
ヘッドライトおよびグリルがメッキパーツで再現されておりまして、フォグランプはね、先ほど言った通りこのようになっておりますね。モールドでの再現となっておりますね。この形状がね、その普通のグレードとはちょっと異なって、ハイウェイスターだとこの形状みたいですね。で、サイドはこのようになってますね。アクションは、サスペンションと、後部ドアの開閉が可能となっておりますね。ホイールはね、やっぱりなんかこう、チャッチく見えますよね。なんでしょうね。で、こちらのトミカはね、クォーターガラスもクリアパーツで再現されておりまして、ドアハンドルなどはね、モールドで再現されておりますね。リアはこのようになってますね。テールランプはこのような赤色のタンポイ札で再現されておりまして、ハイマウントランプはね、残念ながらモールドのみとなっておりますね。で、リアのガーニッシュや日産のシリアエンブレム、こういったものはね、タンポイ札で再現されておりますね。で、後部ドア開けるとこんな感じですね。で、助手席側ですね。こういったね、スライドドアのね、レールなんかもね、モールドで再現されておりまして、ルーフはこのようになっておりますね。で、シャーシこんな感じですね。日産セレナ。99とありますね。まあ、個人的にこの C25 型セレナと C26 セレナってあんまりなんか、パッと見だとどっちだっけっていつもなるんですよね。なんかヘッドライトの形状とかね、細かいところはもちろん違うんですけどもね。まあ、コンセプトとかそんなに変わってないんじゃないかと思うんですけどもね。続いてこちらですね。2016年8月から2018年4月の間販売されていた 94-7 日産セレナですね。箱はこのようになっておりますね。こちらのトミカは2016年8月24日にフルモデルチェンジした日産5代目 C27 型セレナで、トミカでは実車発売より少し早いね、2016年8月20日に発売されました。トミカの発売の4日後に一応フルモデルチェンジという形ですね。で、こちらのトミカはね、先代の C26 型セレナ同様にハイウェイスターを再現しておりまして、ボディカラーも実車のハイウェイスター専用色で設定されていた特別塗装色のマルーンレッドダイヤモンドブラックツートンという色ですね。個人的にね、歴代の日産セレナの中でね、この C27 型セレナが一番好きですね。では、トミカの方を見ていきましょう。フロントこのようになってますね。ヘッドライトがクリアパーツで再現されておりまして、グリル部のここまでね、一体型のパーツとなっておりまして、グリル部などはね、タンポイ札で再現されておりますね。で、フォグランプなんかはこんな感じですね。で、サイドこのようになってますね。アクションはね、サスペンションと後部ドアの開閉が可能となっておりますね。先代モデルではね、ちゃんとね、クォーターガラスがクリアパーツだったんですけど、なぜかこちらのモデルはね、タンポイ札での再現となっておりますね。で、まあ、ツートンカラーなんでね、ルーフ部、このように黒くなっておりますね。結構このマルーンレッド、こちらの色もね、なかなか綺麗な色ですよね。実車でこの色あんまり見かけないイメージありますけどもね。まあ、リアこのようになっておりますね。テールランプや日産のシエンブレム、それからハイウェイスターのエンブレムなどがタンポイ札で入っておりまして、こちらのね、ガーニッシュ部もタンポイ札ですね。バックドアはこのようになりますね。このように座席部に切り込みが入っている形ですね。で、助手席側ですね。こちらもスライドレールなどがモールドで再現されていますね。ちょっと傷が入ってるかな。で、ルーフはこんな感じですね。で、シャーシですね。一応リアの実車の画像もね、貼っておきたいと思います。画像の車両のようにね、消防車両としても結構採用例が多くて、静岡市消防局にもこの C27 型セレナが3台入っておりまして、うち1台は C24 型セレナからの更新車両だったかと思います。そして最後ですね、2018年4月から2021年2月の間販売されていた 52-6 日産セレナ E パワーですね。こんな感じですね。まあ、こちらのトミカはね、先ほどの 94-7 日産セレナをベースにしたトミカでして、2018年2月に発表されたセレナ E パワーというね、車両を再現しているモデルですね。で、この E パワーというのは日産自動車で採用されているハイブリッドシステムでして、ガソリンエンジンで発電した電力を使用して走行するシステムのことですね。ノートなんかでも今採用されてますね。あと現在ですと日産のキックスとか、まあ、割と日産を今代表するハイブリッドシステムですね。で、こちらのトミカもね、ハイウェイスターを再現しておりまして、ボディカラーは実車に設定されているブリリアントホワイトパールダイヤモンドブラックツートンという特別塗装色を再現しているようですね。ではトミカの方を見ていきましょう。フロントこのようになってますね。
ヘッドライト及びグリルなどはね、先ほどモデル同様にクリアパーツで再現されておりまして、グリル部はね、こちらも短波印刷などで再現されておりますね。あと E パワーということは、こちらはね、水色のラインがね、追加されておりますね。残念ながらね、セレナの実写画像、C27 セレナの E パワーのね、消防車両をちょっと撮影した記憶はなくてですね、全くないわけではないと思うんですけど、採用例が少ないのかなという感じはしますね。サイドはこのようになってますね。こちらもね、ツートンカラーということで、上が黒くなっておりまして、クォーターガラスが黒く彩色されておりますね。ドア部分にはね、E パワーというロゴが追加されておりますね。これは短波印刷ですね。こちらもね、アクションはサスペンションと後部ドアの開閉ですね。で、リアこのようになってますね。こちらのトミカはね、低ランプはクリアレンズなんでしょうね。シルバー色の短波印刷で再現されておりまして、日産、ハイウェイスター、E パワーの表記などは短波印刷で入っておりますね。まあ、先ほどのね、ガソリン車の C27 セレナとね、比べていただけたらわかるかと思うんですけどね。ハイウェイスターのエンブレムがね、ガソリン車では右側にあるんですけども、E パワーの方ではね、右側に E パワーのエンブレムがつく関係でね、左に移動しておりますね。で、助手席側ですね。まあ、基本的な仕様は一緒ですね。おそらく車内パーツなんかもね、共通のものじゃないかと思います。パッと見で違いは見受けられません。で、シャーシャーごのようになってますね。94、2016、日産セレナとありますね。まあ、一応これ自体がね、空張りの一種みたいなもんなんで、ちょっと微妙といえば微妙なんですけどね。なんかあんまり空張り車も多くは出てない印象ですね。ギフトセット封入品で、先導車両とかいう、ちょっとマニアックな車両がありましたけどね。いろんな公的機関でもね、採用されてる車両なんでね、もうちょいカラーバリエーション欲しいところですね。この C27 型セレナをベースにしたね、白黒のパトロールカーもね、採用されてるんで、そういったトミカもぜひ出てほしいですね。はい、というわけで今回はね、こちらの4台紹介させていただきました。今回紹介したトミカはね、いずれもすでに廃盤となっておりましてね、実車の方も2022年12月に6台目の C28 型セレナの方にフルモデルチェンジしておりますね。で、その C28 型セレナの方も2024年4月、94-10、日産セレナとして販売されておりますね。まあ、こちらがそうなんですけどもね。残念ながらね、アクションもね、サスペンションのみとなってしまいました。残念です。まあ、トミカでは C25 型以降、歴代通してね、セレナのモデル販売されてるんですけどもね。今回初めて知ったんですけど、スケールがすべてね、67分の1となってるんですね。まあ、トミカなんでもちろん、成功に67分の1というわけではないですけどもね、大まかに67分の1というね、スケールになってますね。あと実車ではね、セレナといえば覆面パトカーとしての採用例も多かったりするんですけどもね、トミカのバリエーションとして覆面パトカーはなかったかなという感じがしますね。ちょっとなんかそういったバリエーションもぜひ出してほしいですよね。トミカ、覆面パトロールカーセットつってね、セレナとかもぜひ出してほしかったんですけどもね、かなりマニアックでありますけども、おはようセット的なやつですね。まあ、あとはあれですね、消防車両として C28 型セレナもね、そのうち配備されるんじゃないか。もう入ってるかもしれないですけどもね。まあ入ったらぜひね、見てみたいですね。まあそんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。